皆様こんにちは。いつもリードめちゃハッピーチャンネルご覧いただきまして誠にありがとうございます。今日は己を知るということから少しお話をさせていただきます。先日若い方から僕は稲森さんが嫌いです言われて少しショックを受けました。稲森さんは洗脳して一生懸命働かせるから病気になって早く亡くなる方もいるのでそういうのは嫌ですというお話でした。それもまた一理あるかもしれませんが少し誤解があるのでお話をさせていただきます。稲森さんは中学生の時に死の病という結核にかかり死ということを思ったと思います。その時に読んだ本が生命の実相という哲学書だったそうでございます。ですから小さいうちから心を強くする言葉がたくさん心の中に入ったのだと思います。そして大きくなってからも本当に1日3時間4時間しか眠らなかったというのは聞いております。また空手もやって体を鍛えたというのも聞いております。そのように物事のためには準備をして物事に向かっていったのではないかと思います。私も社長の器以上会社は大きくならないという言葉に発奮してあちらのセミナーこちらのセミナーに通いましたが仕事をしながらそのようなことをするのはやはり体に負担がかかり全身アトピーを発症してしまいました。そのことで気づいたのが、あ、訓練をして心を強くした人は病が来ないけれどもただ単に欲で大きくなりたいそのような欲だけで何の準備もしないで向かったものにはやはり病が来るんだなというそのような気づきを得ました。それ以来準備が大事だということが分かりました。そしてまた心を高め経営を伸ばすという心が先にあるということは心の学びを先にして心を強く持つことが物事の本質をきちっと極めることが大事なんだなということを気づかされたことでございます。己を知るということそのことに気づきました。稲森さんの言葉を読ませていただきます。物事の本質を極める。私たちは一つのことを極めることによって初めて真理や物事の本質を体得することができます。極めるということは一つのことに精魂を込めて打ち込みその核心となる何かをつかむことです。一つのことを極めた体験はその他のあらゆることに通じます。一見してどんなにつまらないと思うようなことであっても与えられた仕事を天職と思いそれに全身全霊を傾けることです。それに打ち込んで努力を続ければ必ず真理が見えてきます。一旦物事の真理がわかるようになると何に対してもまたどのような境遇に置かれようと自分の力を自由自在に発揮できるようになるのです。坂村新民先生一日一言の中から口出しの花、責めるな責めるな、人を責めるのが一番いかんと朝夕私に告げる口出しの花。今日もめちゃハッピーでありがとうございます。